トンチゲンズレディーゴー。今回のトンチゲームズは2022年5月に青鬼オンラインを初めからプレイするとどうなるかを調査していきたいと思います。これは最初のあれですね。はじめに利用規約を読んでからゲームをお楽しみください。プライバシーポリシーがすごい脇からはみ出てるけど、同意してゲームを始める。やっていきましょう。来ました、青鬼オンライン。あ、下のこの青鬼シリーズ最新作無料アプリ配信中。なんか画質良くなってますね。では2022年5月から最初から始める青鬼オンラインやっていきましょう。ほうほう、まあこれはいつも通りかな。てかデータのダウンロード多いな。はい、もうすぐ来ますね。データのダウンロードが終わります。読み込み中。ダウンロードが完了。ダウンロードが完了しました。ホームへ移動します。移動する。あ、ログインボーナス。へー。なんかもう、起動した瞬間からログインボーナスって、ね、出るんですね。明日も来る勇気があれば、こちらの報酬をプレゼントしよう。ここら辺は同じかな？はい。連続ログインボーナス。あ、青の試練開催特別ログインキャンペーン。お、来ました。お、これなんかゲーム選択が輝いてる。輝いてますよ、これ。これ皆さん見えますか、このゲーム選択がなんか光ってるんですね。あー、最初は遊べないのね。うん、あー、この時点でロック下げてるのね。ロックされてるのね。あ、お知らせとか。全部ニューだな。全部ニューだな、おい。あ、スキンチェンジと。これ辺はまあいっか。すごいな、やっぱ初期だと。違和感があるな。青鬼は埋まってるんだ、最初から。へえ、まだ会ってないんですけどね。はい。まあ他は何もまだやってないから待ってないよね。せっかくなんで名前変えますか。よし、トンキにしてきました。じゃあゲームセンターって皆さん気になってると思うんで、やっていきましょう。え、100人サバイバルしか最初できないね。てか、近日公開予定のやつもロックされてんだな。まだね、みんなもこのモード遊べないのに。もういいや。はい、モアイですね。シーズンランクも見えるんだね。じゃあ100人サバイバルやっていきましょう。お、説明が出てきた。青鬼オンラインって何。あー、チュートリアルのやつか。100人さん、あー、これまあいつものやつね。あ、閉じろしたらローディング中でゲームが開始する。なんか最初はボット部屋っぽいね。もしかしたらね、初心者の方も、まあ、最初は慣れていただくという感じで、ボット部屋にしてるのかな。この、初心者の方も、初めてやる方も、やりやすい。そんな感じにしたのかな。はい。青玉。ちゃんとね、こういうアイテムも探っていきましょう。青銭。てか、なんで最初から青銭なんか溜まってんだろうな。あー、ロリンボーナスか。まあ、ボット部屋だから、簡単かな。最初は。こっち何だったの？わ、陽介？ん？陽介だよ。ん？康介だった。陽介じゃなくて康介だった。くそー、間違えちまった。どっから来る青鬼。どっから来る？どっから来る？来る前に終わんのかよ。来る前に終わるんだね。はい、青鬼生存成功最後の一人だ。
来ました。まあ最初はこういう表示ね。なんかレベルのバーの色が違いますね。レベル1の時ってそうだったのかな。スキンショップでガチバトル用アイテム、スヤースキン追加。あー、ここでお知らせ出て、はい、グランプリもね、もうすぐ開催されますからね。あー、まだこれやってないからキャンペーンも出るのね。裏ステージ登場。あ、これ直ったんですね。なんか、ここにもツイートした覚えがありますか。この無駄なページが前あったんですけど、なんか運営さんも気づいて直ったっぽいですね。裏ステージ来ましたよ。やっていきましょう。なんかバズって音消えたな。お？音ないよ。音ないですけど。あれ？音がない。とかなんか、こういうやつって、端っこ行くと死んじゃう時があるって、なんか、聞いてるんですけど、今回は大丈夫なのかな？お、死なないですね。修正されたのかな？どうなんでしょうか？よし、そこやっぱ回避できるよね。危ないぜ。うん。バイブレーションになってる。青にいるからか。はい。まあ、簡単かな？ここら辺は。はい。じゃあ、せっかくなんで、裏ステージもやっていきましょう。はい。ありがとうございます。あ、今滑っちゃった。よし、じゃあ、裏ステージもやっていきましょう。なんだこれ、オラオラステージ。オラオラステージの説明は特に出てない。いや、音ないからなんか、ねえ、物足りない感じするな。レディーゴー。はい。危ないな。危ないな。危ないな。危ない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 んです。やられた。まあまあまあ、リトライありますから。皆さん、秘宝、リトライしたらアプリが落ちました。ありがとうございます。青逃げ5もせっかくだしやっていきましょうか。青逃げ5とは、これ説明も出るんだね。初めて青逃げ5やる方もこれでできるようになりますね。なんか今までだとこの表示が出なくてわかんないって方が多かったと思うので、これはいいアップデだね。はい、青逃げから逃げな。でも説明はそれは同じだよね。うん。よし、やっていきましょう。頑張るぞ。はい。あー、そっか。もう、設定されてんだね、ワードが。最初から。バルブ手伝ってにしとこう。これ、最初からワード用意されてるの、助かるな。はい。次々とバルブを解除していく。よし、解除したぞ。わっ、やられちゃったな。おー、鬼やめろよ。鬼やめろ。お、助けてる。あ、でもやられちゃったな。また鬼が来てしまった。
大丈夫かな。めっちゃバイブレーション。こっちももう終わったのかな。あ、脱出ボタンが押されるようになったな。みんなバルブを押したのかな、もう。よし、じゃああとは脱出するだけですね。ゲゲ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 、来ました、脱出ゲート解放。まあ一回もう出ましょう。一回出ましょう。生存成功。気になるんだよね、どういう表示なのか。カユーザーがまだ挑戦中。ここら辺、あ、そうなの、レベルアップした。で、いつもならここで戻るとバルるんですけど、あ、治ったんだ。よかった、治ったんですね。おっと、またやられてしまった。いや、鬼がいる中でさ、やられちゃうのはきついよね。やっぱ後ろの表示はなんか変えれるね。なんかズームのやつがここでも使えるっていう。うわーはい。おっと、やばい。一人やられちゃったけど、この方が脱出できれば、青逃げ4。ここでもレベルアップの表示？おー、ありがとうございます。裏ステージせっかくだし。リベンジしますか。さっきなんかね、バグって、プレ落ちちゃった。相変わらず音ないですね。ここの S イオンだけはある。よし、裏に行け。なんか音楽やらないから寂しいな。裏ステージもリベンジします。さっきなんか、プレしたら、やられちゃったので、一発勝負になったのかな。それとも、さっきはバズっただけだよ。今後はリトライできるのかな？危ない。この手の横の真ん中ら辺は、だいたいセーフです。この真ん中の下ら辺はね。で、ここで、先に行っちゃうと多分やられるので。ちょっと時間稼いでいきましょう。ここで回避、ここで回避。危ない危ない危ない。危ない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 。危ない。裏裏逃げ。来たー。裏裏逃げ来たー。来ました。おめでとう。限定スキン入り。やった、タヌキゲット。今回はじゃあここら辺で短期レンズ割りたいと思います。この動画が良かったと思ったら、グッド評価、チャンネル登録、ツイッター、LINE スタンプでの応援、よろしくお願いします。それでは、バイバイ、バイバイ、バイバイ。